4年間本当にありがとうございました。僕たちは今までたくさんの動画を出してたくさんの方に愛されてきました。これを機にバンカラジオは引退じゃないですよ。バンカラジオ祝40年おめでとう。重大な発表があるので、ぜひ最後まで見てください。ということで、今回ケーキを用意しました。はい。じゃじゃじゃーん。4周年のケーキいただきましょう。はい。うまいわ。いや、普通のショートケーキです。で、4周年の味が続いてるんじゃない。思ってないでしょ。めっちゃうまい。普通のショートケーキです。これはもう、素直に言わなくていい。ということで、一旦ね、屋根さん、卒論、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。忙しかったね。まあ、僕、大学5年生で卒論をやって、ようやくこのまま順当に行けば卒業できますからして。僕は休学中ということで、忙しそうにしてるので、この間頑張ってくれたんで、そうですね。はい、まあ、そんなね、大学行きながらも、頑張った結果、ちょっと一旦ね、いろんな嬉しいお知らせがあるので、はい、報告していいですか。はい。まずは、バンカラジオチャンネル登録30万人突破、 TikTok 30万人突破、切り抜きチャンネルが日本5位になりました。新エンディングが決定、コロコロコミックとのコラボ決定。すごいっすよ。すごい、ね、それもいろいろあったんですけど、はい、まあ、特にねチャンネル登録30万人突破しましたということで、早かったんで、うん、これ半年でドーンで30万人まで伸びたって感じ。切り抜きチャンネル日本5位、こちらにちょっと載ってると思うんですけど、トータルのワンシーズンの総再生回数ね、日本5位ですよ。ひろゆきさんとかなんかいろいろある中でバンカラジオで、視聴者の皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとコロコロコミックとコラボ決定ということで、これすごいよ。俺らがちょうど小学生の時に見てたコロコロコミックと、ね、YouTube チャンネルでコラボする。漫画にもなる。もう全部全部コロコロコミックにも出るし、コロコロコミックの別冊のね漫画にも僕らとコラボ漫画が出ます。あとブラックチャンネルっていうねコロコロコミックのチャンネルがあるんですけど、そことねコラボするんです。さらに2月末に同時にね別冊コロコロコミックで漫画化されるんで、僕らぜひ楽しんでください、はい、この後にね重大発表があるんですけれども、ここちょっとすごすぎるんで場所が、ちょっと見てもらえますか。ジージー、まず見てください、この部屋の大きさ。全体で200平米あります。みんなの学校ぐらいでかいんじゃないの。いや本当にでかい。教室とかじゃない、体育館ぐらいバスケできるもんね。バスケットコートぐらいある。ここ神奈川県の阿部立つっていうところ、三浦半島のところにあるオーシャンビューが望めるね、ホテルってことで、素晴らしい景色がね。伊助さん、4周年おめでとうございます。おい4周年おめでとう。おいくっそ、大切に撮影取れました。いやちょっとこれぐらいしないと誰だか分かんない、誰だか分かんないよ。もう自分の誕生日でもこれやられる、やだ。じゃあオーシャンビュー見に行きますか。いやーちょっと真っ暗ですけど、これ全部海っす。見てくださいこのオーシャンビュー、これですよこれ。うぃー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 助けて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 、でも気持ちいいね。気持ちいいね、やっぱ4周年だから気持ちいい、うん、気持ちいい。これやっぱ4周年の思い出になったんじゃないですか。気持ちいい。バカバカ、今下半身ある俺。下半身ある。ない。ジージー、これはホテルでホテルで、はい、ちゃんと寝れないようにしてるんで、はい、良い子の皆さん真似しないようにしてください。これ声変えてない。古典的なパーティーすんな。ちょっとこれやっちゃいました。パーティーなんで。お待たせの重大発表です。はい、こんな体張ったってことはね、これだけ最後に見てほしいということにしておきまして、重大発表、バンカラジオ
ジオ冬休み本気動画2日に1本投稿します。僕たち3月末までに登録者30万人じゃねえや、もう行ってます。3月末までに登録者50万人絶対に行きたいということで、今回冬休み2日に1本っすよ。あのバンカラジオ予算数百万かなりかけてます。でもなんでこんなにバンカラジオが本気なのかと言いますと、バンカラジオコメディ YouTuber として名乗らせていただいてるんですけれども、はい、コメディっていうのは何なんですか？コメディっていうのは簡単に言うと笑いを取ることを目的とした映像技術だったり、まあ、そういうものをいろいろ駆使して、まあ、演劇をする、まあ、厳密に言うとコントとか、まあ、寸劇と、まあ、違いはあるんですけど、まあ、そこら辺一緒くたにして僕らコメディと呼ばせていただいております。面白く演技するってことですよね。簡単に言うと例えば、マダム隊とか、はい、ボンボン TV とか、うん、メモプラスとか、うん、こいつ TV さんとかね、うんぱるんぱとか、あそこら辺全員コメディだと思ってるんですけども、 YTNFM 見ました？見ました。もういろんな YouTuber 紹介されるんですけど、今年コメディ YouTuber が一人も出てなかったと。いなかったね。うん、もう2022年はねコメディ YouTuber が YTFM をジャックするような盛り上がりをね見せたいなと思いました。もうトークのやつらには負けんぞということで、ちょっと一括りにねしたいなと思いまして、はい、今年までの出てきたコメディ YouTuber のことをコメディ第一世代お前大事なところにかぶるね。一番大事なところですよ。今年までのね、はい、あのコメディやってる YouTuber のことをコメディ第一世代っていうくくりにね、はい、したいなと勝手に言ってます。お笑い第7世代みたいなもんね、はい、コメディ第一世代が2022年 YouTube を引っ張っていくこと、その覚悟でねやっていきますので、はい、いわゆるライバルですよもう。ということでね、はい、明後日から本気ウィーク2日1本26、28、30、1、3、5、7ぜひお楽しみにしてください。ということでね、チャンネル登録ぜひお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録できない方はお母さんにお父さんに Google アカウントを作ってもらってね、ぜひやってください。というわけでバンカラジオ5年目もよろしくお願いします。おまけということで全回復してます今。どうですか？ちなみに今回の動画ちょっとヒカキンさんに感動してちょっとオマージュさせていただいたんで、フレンチのヒカキンさんすいませんでした。5年目もうまくやっていけそうですね。この寒さに耐えたのくらは強いです。ありがとうございました。